文化の道は2008年にユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議が文化の道に関する検証を採択し翌年の第33回世界遺産委員会で承認された概念で世界遺産において道に関する文化遺産の登録推進と道を介して行われた文化循環の研究を行うことで文化摩擦を減らす啓蒙とすることを目的する指針である 2013年の世界遺産条約履行のための作業指針では遺産の道という文言も盛り込まれた。なお、実際には文化の道見賞が採択される前から道の世界遺産は登録が行われていた。主な道の世界遺産シルクロードの世界遺産登録は2002年に中国西安市において開催されたユネスコによる シルクロード国際学術ジンポシウムで採択された西安宣言でこれを推進した平山育夫ユネスコ新前大使の平和の道という理念が強く反映された。シルクロードは古来より民族工房の舞台で争い絶えなかったが、洋の東西を結ぶ物流の大動脈であり、文化交流も盛んに行われてきた文化の道を象徴するもので、ユネスコの人文、 社会科学局が異文化間の対話プログラムとしてシルクロードマイナス対話多様性開発プロジェクトを立ち上げた文化の道は実態を伴う不動産構造物と市の道のみならず道が与えた無形の影響についても検証する国連世界観光機関では文化の道を観光資源とする遺産の商品化を図りその収益を保護費用に充当する計画でいる 文化の道が採択されたことにより、欧州評議会ではヨーロピアンカルチュラルルートを制定した。ありがとうございます。